それぞれの思いを乗せた優駿たちがここに集結しました。用意された舞台を駆け抜け頂点に立つのはどの馬か。いよいよ発走です。スタートしました。イグナイター、これはいいスタートを切りました。アルカウン、この馬も好スタートを切りました。アルカウン、この辺りも前へ行きます。アルカウン先手を取りました。これに続いてイグナイター、並んで9番モズメイメイ、その隣にジャスティン、ラプタス、そのうちに続いています。その外からダンシングプリンス、この辺りで各馬第3コーナーのカーブに入ります。さあ先頭はイグナイター、アルカウン、ほとんど差がありません。モズメイメイ3番手、この辺りで後続がぐんぐん追い上げていきます。さあ先頭はイグナイター、第4コーナーをカーブして、さあ直線コースに入りました。イグナイター先頭、200を切った。ここで先頭変わってダンシングプリンスリメイク、抜けた。2番手はダンシングプリンスリメイク、1着。2着はダンシングプリンス、3着に竜の雪菜、勝ったのはリメイク。このレースを制したのはリメイク。